はい、皆さんおはようございます。本日はね、どこへ行くわけでもないんですけども、次のダイヤ改正で引退する予定の近鉄のね、12600系でしたっけ、スナックカーっていうのが走ってるんですけど、それが引退間近なので、この列車が何時の列車に入るのかっていうのは当日にならないとわからないので、それをね、僕の憶測ではあるんですけど、ある程度だったら予想できると思うので、それをね、今から炙り出していこうかなと思います。では本日もよろしくお願いします。んでね、まず近鉄の路線図が目の前にあると思うんですけど、中にはね、こういうことをしないで、特急券を買ってね、喫煙ルームはこの列車にはありませんみたいな表記が切符に記載されていたら、それが確実にサニーカーだみたいなことをね、噂ではなってるんですけど、まあぶっちゃけね、それ買わないと正直わからないし、んでね、それをチケットレスでね、携帯に表示させておくと、携帯の表示でも見れるらしいんですけど、僕はね、それを登録しようかなとも思ったんですけど、なかなかね、そういう暇がなくてね、未だにね、登録してないんですけど、でね、僕はどっちかって言ったら、切符派なんで、切符だったらね、あの時はどこ行ってたんだなっていうのが、目に見えてわかるので、でね、ちっちゃい頃からね、切符集めにハマってるので、そういった理由でね、登録してないんですけど、んでね、今わかる段階では、近鉄線にスナックカーは2本しか走ってないみたいなんですよ。んでね、それはどこを走っているのかっていうと、これもご丁寧なことに、噂でね、名古屋から賢島の間と、柏原線を走っているらしいんですよ。っていうことはね、走っている区間が分かったので、それ以外のところをね、省きましょう。はい、できました。名古屋から賢島、京都から柏原神宮前、この区間でね、1本ずつスナックカーが走ってるみたいなんで、僕が取れるのは、名古屋から賢島ですね。っていうことはこの柏原線も消えるっていうことですね。んでね、問題の名古屋から賢島の区間なんですけど、先ほども言いましたが、1本しかね、スナックカーが走ってないので、それをね、数あるね、特急の中から、炙り出さなければならないんですけれども、僕はいろいろな都合から、松坂駅で、スナックカーを狙いたいと思います。っていうことで、松坂の時刻を今から調べるわけなんですけども、はい、でね、調べた結果がこちらですね。左が名古屋行き、右が賢島行きですね。見てもらってわかると思うんですけど、昼間の時間がね、書いてないんですけど、この時間はね、僕が仕事に行くので、狙うことができないんですよ。土日だったらね、狙うことができると思うんですけど、とりあえずこの時間で狙ってみたいと思います。んでね、スナックカーってね、確か4両編成で走ってたと思うんですよ。6両編成とか8両編成の特急もたまに来るんですけど、その列車に組み込まれている時は、ビスタカーか、エースで来ると思うんですよ。6両編成の時はあと2両足らないんで、エースがくっついて、8両編成の時はビスタカーをね、繋いでると思うんですよ。その可能性もあるので、ビスタカーに関しては一応狙い時間に入れときました。んでね、僕の記憶が正しかったら、この右側に乗っている松坂9時ちょうど発、この列車はね、宇治山田行きの特急なんですよ。んでね、名古屋駅でよく見る宇治山田行き特急って、確か4両編成で走っているので、スナックカーが多かったと思うんですよ。なんで、この9時ちょうど発は、スナックカーが来る可能性は高いのではなかろうかとちょっと思ってるんですよ。もちろんね、9時ちょうどで宇治山田行き特急が来たならば、宇治山田駅でね、折り返して名古屋行き特急でまた走ると思うんですけど、名古屋で折り返してきたやつをね、また見つければいいじゃないかっていう話にはなんなくて、名古屋駅はね、確か車庫があるので、切り離ししたりしてね、それ以前に、一回引っ込んでしまって、この列車がね、名古屋駅の折り返しだなっていうのを、計算することができないんですよ。なんでね、宇治山田鳥羽賢島の折り返しは、信用できるんですけど、名古屋駅の折り返しは一回車庫へ引っ込んでしまうんで、たとえね、車庫へ行った後に、賢島方面を向いて走ったとしても、時間がずれてしまうと思うんですよ。なんでね、動画の冒頭でもお伝えしましたが、スナックカーの運用に関しては、当日にならないとわからないので、駅の券売機を叩いてね、この時間の列車は何両編成で来るのかっていうことを、確かめなければなりませんね。同時にね、券売機を叩いた際に出るかどうかはわかんないんですけど、最後の購入画面のとこに行くと、
注意事項の中に喫煙ルームはありませんっていう文字が入ってたら確実にスナックカーですね。それがね出るのかどうかはちょっとわかんないんですけど、僕も券売機叩くことがあってもそこまでね注意深く見たことがないのでわかんないんですけど、一応それも頭に入れた上で券売機叩いて確認する必要があります。はい、じゃあね今から松阪駅へ行って確認したいと思います。んでね、一応ね、時刻表は動画のね、端っこの方に貼っつけとくんですけど、この中でね、スナックカーだけの編成がね、来てくれると本当嬉しいんですけど、さすがにね、そういう都合のいいことは起きないでしょうか。はい、でね、松阪駅へ来ました。今からね、入場定期を買っていきたいと思います。僕知らなかったんですけど、入場定期って、何ヶ月分もいっぺんにね、買えないらしいので、なんでその1ヶ月を更新していくっていう形になるみたいですね。では買っていきましょう。すいません、入場定期を今月1ヶ月分ください。時間あります？あ、時間あります。あります。ちょっと待っとってもらっていいですか？はい、4620円。はいはい、すいません、でかいの1万円しかないんですけど、はい、5000円札ありでください。で、ちなみに領収書を名前なしでいただけますか？はい、はい、じゃあ1万円は使います。5,300円ですね。はい、じゃあこれで定期入場券で1月の24日まで。はい、わかりました。で、今日、12月の24日か、今日から、今日、25日。あ、なるほどなるほど、2021年の12月の、じゃあ1月の1月の24日まで。はいはいはい、車内に立ち入ることはできません。うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます。お待たせしました。はい、すいません。はい、でね、買ってまいりました、定期入場券。これね、松阪駅のね、駅員さんがね、定期入場券のことをあまり知らなかったみたいで、会社の方に電話をかけてやり方を教えてもらってたみたいなんですけど、なんかね、入場券を発券するのにね、20分か30分ぐらいかかりましたよ。まあ後ろにね、並ぶ人がいなくてよかったんですけど、早い目に行っといて本当よかったですね。鉄オタじゃない人には理解のできない切符を持ってスナックカーをね、これから1ヶ月間狙いたいと思います。んでね、ちなみになんで定期入場券を買ったかっていうと、3つほど理由があって、前回のね、特急南紀の2両編成は僕が知ってからね、3、4回しか走らなかったので、それもあって定期入場券は買わなかったのと、まあ定期入場券自体ね、どこ行くわけでもなくね、値が張るので手が出しづらいっていうのと、あとね、今回は次の3月のダイヤ改正までね、スナックカーを狙う目的で買ったので、まあ元が取れるぐらいね、松阪駅を利用するかとは思うんですけど、松阪駅はね、近鉄側と JR 側がありまして、会社があるのは JR 側なんですけど、うちがあるのは近鉄側なので、そこをね、踏切で迂回してね、来るのはめんどくさいっていうのと、あとね、改札内だったらね、トイレ、エレベーター、コンビニなどがついているので、それプラスで僕が鉄オタなんで、根本的な理由でこの切符を手にしてみたかったっていうのですね。今日はこれから仕事なんで、仕事終わってからね、ホームでね、スナックカーを狙いたいと思います。じゃあそこまでね、時飛ばしということで、はい、仕事帰りの松阪駅ですけども、ちょうど15時半前ぐらいですね。今からね、券売機を叩いてスナックカーの運用をね、調べたいと思います。今日はね、この後も用事が入っているので、ホームに入れる時間が短いんですけども、その間にね、スナックカーが来てくれると嬉しいんですけど、はい、ありますかね。15時56分、は58分、これかな、フラーシート。お、4両編成ですね。試しに押してみましょう。あ、喫煙所のマークが書いてあるから、これは違うな。はい、続いてね、16時29分のね、名古屋駅を調べたいと思います。16時29分あった。これは8両編成。ああ、これも外れかもしれませんね。はい、続いてね、17時30分の上りの名古屋行きを調べたいと思います。17時30分。
6両編成。あ、2両プラス2両、これも外れですね多分。はい、続いてね、下りの賢島方面のね、17時59分を調べたいと思います。ついている4両編成、多分ねこの喫煙マークがついているのはエースだと思うんですよ。全部外れですね。まあどっちにしても僕はこんな遅くまで入れないんでね。ではホームに向かいましょう。はい、いつも恒例の島風通過タイムですね。伊勢長川で上り行き普通電車に連絡します。お、来ましたね。あー、外れましたね。はい、本日はね、この後も用事が入っているので、スナックカーを待つことはしないんですけども、またダイヤ改正までの土日の間で、スナックカーを狙いたいと思います。まあそのためのね、定期券なんですけど。お、これは当たり車両ですね。座席のモケットが白色です。はい、踏んでね、おそらくなんですけども、喫煙者がない車両が、スナックカーっていうことだったんですけど、僕ね、券売機に喫煙者がね、ついているかっていう表示が、出ることを知らなかった。んで、今思ったんですけど、もしね、それで、わかるんだったら、1ヶ月程度のね、特急のね、販売機なんだから、喫煙者がついているかついていないかって、1ヶ月単位でわかると思うんですよ。でもね、こういうね、ビスタカーとかだったらわかるんですけど、スナックカーとかね、エースに関しては、何がどの時間に来るかっていうのは、わからないことになってるんですよ、確か。やもんで僕は定期券を買いましたが、もしかしたらね、券売機で1ヶ月程度の特急の運用はわかると思うんですけど、まあ多分あれを当てにしない方が僕はいいかと思います。なんでね、毎朝できるだけ特急券売機を叩いて、運用を調べに行きたいと思います。で、あったならば、その時間にカメラを持ってきたいと思います。今日はどうしてもね、仕事帰りなんで、携帯で動画を回すか写真撮るぐらいしかできないんで、しっかりしたね、スナックカーのね、撮影は3月のダイヤ改正までね、土日の期間で撮影しに行きたいと思います。はい、でね、あれから数日経った松阪駅なんですけども、今日のね、スナックカーの運用を調べたところ、前の掲示板に載っている16時7分発のね、名古屋行き特急でスナックカーが入るらしいので、今からね、この列車を狙って、踏んでね、先ほど宇治山田方面に向かって、団体貸し切りの青空号が走ってったので、
この列車もね、スナックカーとね同じ車両だったと思うので、これがね引退になるかどうかは分かりませんが、まあこの列車もついでなんでね、狙っときたいと思います。んでね、この列車が折り返してくるのが、駅員さんに聞いたら16時59分頃にこの駅を通過するみたいなんで、青空号もね一緒に撮りたいと思います。はい、でね、現在の時刻が16時4分ぐらいなんですけども、あともう 2,3 分でね電車来ると思うんですけど、無事ねスナックカーとね青空号を撮り終えました。本日もご視聴ありがとうございました。